で昨日の配信終わって寝るときに、なんかまあ倉石さん亡くなって今日の夢ぐらい倉石さんの夢見るかなと思ってさ、見れるといいなと思って、そうね、夢で会えたらいいなっていうね、うん、ラッツ&スターじゃないですけど、まあ、そうやって寝たんですけど、倉石さんが一切出てくることなくめちゃくちゃ遊戯王の夢見たっていう、そう、遊戯王で栗から天童のカードまた引いた夢を見まして、そう、またってまだ一番引いてないんだけど、またその夢を見まして全く倉石さんが出てこなかったね。うん、あれもう成仏したんかなと思って、あれ早くないっていう、まだ24時間ね、放送で喋ってから24時間経ってないのに、あれもう行ったんかなと思って、意外とちゃんと寝れて、まあな、結構ね、泣き疲れたのもあるし、いろいろね疲れてたんで、まあ放送で喋ることもできて、なんかちょっとこう体が軽くなったのか、まあ、結構しっかり寝れた、まあ、だいぶね、そうそう、起き続けてたんで、まあ起きると、まあ、睡眠時間長くなりますから、ちょっとみんなに伝えときたいんですけど、今度フリーマーケットあるじゃん、5月1日のフリーマーケットが、あ、でもまあ、1分1秒進んでいって、まあ、前をね向いていかなきゃいけないなっていう、うん、そうなんですよ、すぐねやっぱりね人が亡くなるとね、数日はね悲しみに落ちてね、ああだこうだって言っていろいろ話したりとか、老けるわけですけども、その後はすぐにね、現実が待っていて、じゃあお家はどうするんだとか、遺品どうするんだとか、じゃあ例えば、クラさんのツイッターのアカウントどうするんだとか、ツイキャスのアカウントどうするんだとか、そっちの方の話にね、なるんですよね。うん。そう。で、クラさんの付き合いしてる彼女も多分まだ間もないでしょうから、まあ、ショックも大きいですし、どうしていいか分かんないところもあるだろうしね。なんなら、お母様なんてもっと分かんないからね。うん、どこですけど、まあでもどうするんだろうね、でもクラウさんのアカウントとかね、多分クラウさんのことだから機材に詳しいし、アカウントも2段階認証になってると思うんで、セキュリティもね、うん、2段階認証になってると思うから、多分アカウント入れないからね、まあおそらく多分パスワードが分かったところで、今度2段階認証になってると携帯の SMS メールに確認番号みたいなのが届いて、それ入れないと入れないですよ。だからまずアカウントのパスワードと携帯のロックを解除しなきゃいけないっていうのがあって、まあこれ海外の事例とかなんだけど、遺族とかでもそのパスワードがわからない場合があるのね。確か Apple ID のパスワードだっけ、なんか結構昔だけどさ、あったじゃん、最愛の子供が亡くなったんだけど、なんか子供だっけ親だっけちょっと忘れちゃったけどね、家族が亡くなって、なんかその携帯に入れるのかどうかみたいなのでさ、なんかニュースだった、認証番号のやつあったと思うんですよ、確かお子さんだったような気がしますけどね。なんで本人以外はねダメっていうところもあるんですけど、まあ赤消す必要がどうのっていうけど、まあ我々インターネットの人間からすれば、そういったツイキャスの録画とか本人のツイッターとかって、その本人が生きた証としてあった方がいいっていうふうに思うけど、そのまあご遺族だったりとか、リアルな立場から見ると、やっぱりそれを見るとね、前に進めないとか、要するにさ、家に遺留品がずっと残ってる状態と同じなわけですよね。ネット上にそういうのが残り続けていると、もしかしたら前に進めない可能性があるんで、その残された家族、ご遺族っていうのは消したいなと思うかもしれない。まあそれはまだ俺は何も話聞いてないんでわからないけど、まあそれはわからないよね、我々からすれば残しててほしいけど、うん、っていうところですけどね。まあそれはあくまでネットの人間なんでそう思うけどね。人にもよる、だから人にもよる。いや、あえて残しときたいっていう人もいれば、そうじゃない、綺麗にしたいっていう人もいるだろうし、なんなら遺品の整理だって業者さんとかに任せて綺麗にしてしまう可能性もあるしね、うん、自分たちの手でやる場合もあれば、もうショックでも動けないから任せるっていう場合もあるし、まあ、家もそのままにしとくわけいかないですからね、うん、まあでもあっちゅうまいよね、もう昨日から1日かっていう、なんかついさっきのことのようで、もう1日が経っているっていう、うん、気づけば2日3日っていうね。10月になりゃね、力也も一周期だしさ、早いもんだなーっていう、長生きしてくださいっていうね。死因は分からないんですかって聞いてるけど、俺他人だから知れないんで、うん、多分
ね、身内の人とかが亡くなった人なら知ってると思いますけど、ご遺族とかは知ってる。詳しいところは、その、今、俺らが知り得るのは、心臓発作突然死っていうところだけど、例えば、心臓病でもいろんな種類あるじゃん。心不全とか、なんか、例えば、なんか血管が切れたとかいろいろあると思うけど、それの細かいところまでは我々は知り得ない。なんなら、彼女さんも知らないんだもん。だから、やんわりと聞いてて、やんわりと俺に教えてくれてるっていう感じだから。うん、まあ俺からすると人の亡くなった原因っていうのはまあいろいろあるじゃん。事故死とか自然死とか自死とかいろいろあるけど、まあその辺ざっくり分かればいいかなって感じだし、そこをなんかいろいろ問い詰めて聞くっていうのもね、相手がショックを受けることかもしれないですからね。反ワクチン派の人がこじつけて、いや、まあ倉谷さんワクチン打って10日後ですからね。ワクチン打って10日後でかなり労働時間も長かったから、うん、まあそういうふうに思う人もいるんじゃない。まあ実際だってね、野球選手とかがさ、打った後トレーニングとかしてそれで亡くなったっていうケースもあるし、うん、まあそういうふうに思う人もいるんじゃない、うん、だけどまあ俺とかが配信とかで、まあもうちょっと落ち着いた後とかだったら、そういう考察みたいな、まあこうかもねとか、そういう話っていうのは放送の一つのトークネタとして話すのがいいかもしれないけど、まあ、なんで俺があんまりそういうことを今触れないかって言ったら、まあ、まず亡くなって日が経ってないっていうのも一つあるし、あと今なおワクチンを3回目打ってる人もいるから不安にさせるじゃん。やっぱりさ、ワクチンを打たないと仕事できない人いるんですよ。例えば社会人、会社員とか営業で全国飛び回る人とか、会社からワクチンを打ってくれって言われて自分が打ちたくもないのに3回目打ってる人がいるんですよ。そういう人たちが今日打ってるのにもかかわらず、まあこうやって放送とかでワクチンのせいだとか、ワクチンの可能性があるって言って変になんか不安になるようなことを言うのって、今タイミング的にどうなのっていうふうに思ってるから、俺だって気になるところはありますよ。なんなら俺ん家に昨日届きました、ワクチン3回目の接種の封筒が届いたんですけど、まあ俺はそういうことをいろいろ考えた上で、まあ今言う話ではねえのかなっていうふうに思います。本当にさ、ドタバタドタバタしてさ、本当豚ね、豚ね、そう、死んでもブサイクなんだろうな、きっとな。だってさ、子供の時もブサイクでさ、大人の時もブサイクなんだよ。死んでもブサイクやからね。そう、ずっとブサイクですよ、あの人は。ちゃんと棺桶に顔入るんかな、まあ密葬ってことでさ顔出せないけども、もしさ、まあおそらく遺族の方が多分遺品等を整理されると思うけど、もしちょっと生放送のこともわからないし、そういうものが多いんだったらって言って任されたり、こっちに話が来た場合どうしようね。ねえ、まあ何人か倉内さんと親しい配信者とともに、ご遺族か彼女さんか立ち会ってもらって、まとめていくしかないと思うんですけどね。配信をするでしょ、もし許可いただけるならば。いや、聞いては見るけど、その時は配信するけどね、俺は。それはでも聞きはします、勝手にはしないです。でも聞きますけど、もし許可もらえるならばやりたい。まあでももちろん倉内さんの個人情報とかそういったものに関わるものはもちろん映さないよ、もちろん映さないけど、なんか記録として残してあげたいなと思うけど、配信のかな俺配信のかな、配信のだよね。まあ難しいとは思うけどね、任された場合はね、でもさ、本人だったらどう思うかなってけど、どう思ってるか分かんないからね、勝手に行きやがって。いや、分かるわけね、紙に書いとけやと思ってさ、こんなんね。でもそんなん自分が突然死ぬとは思わないから、誰も、覚悟はしながらもさ生きてるけどさ、本人の気持ち分かんないからね。でもね、今回の倉谷さんの死をね受けてね、思ったことがあってね、俺がもし突然死んだら確かにどうするんだろうな、残った人たちは。俺んちとか、例えばそう、俺のツイキャスアカウントもそうだし、ツイッターアカウントとかもどうするんだってなるから、あ、確かにそういう情報っていつ自分が言ってもいいようにまとめとかんとなとは思った。結構別に前向きな話よ。そう、なんか残された人が困っちゃうなと思って、俺のものとかどうしていいか、どう処分していいかとか、ネット上のものとかどうしたらいいのかってのがあるから、考えなきゃいけないなと思って俺考えたの。そう、この幕張メッセ来る中、電車の中でいろいろ考えたの。紙に書いとこうと思って。そう、4文字5文字だ、なんて書くと思う？ネタにしろ、
あとは残されたやつに任せる。どういじくるかはもう残されたお前らが決めることだって言って紙に一言ネタにしろってそうだから別に放送外でね、片付けるのもいいし放送でやるのもいいしお前らが決めろネタにしろっていう、うん、死んでく人間が言うことじゃねえなと思ってさ、うん、通帳の委員会で金取ろうとすなお前金取ろうとすな。いやだ、なんか早く行ったら困る。いやみんなに言っとくけど、俺が行く行かないで心配してるでしょ。君らが放送上から行く方が早いからね。そんなこと言いながら1ヶ月後にも石川キラキラ、あいつ飽きた飽きた、もうおもろくないんよとか言っていなくなってんだよ。俺来てんのに。そういうこと言うってことは、俺が生きてる間全部配信見るんだね。俺が生きてたってみんなが俺に興味をなくなったら ここからいなくなるわけですから。そう、それってだってもうある意味死んでるようなもんですからね。うん、そんだけ言うんだったらちゃんと見てほしいなと思うしね。でも倉谷さんのおかげもあってね、まあ、倉谷さん亡くなっちゃったけど、なんかそのことでもう数年も会ってない人とか数年も見てないリスナーとかが、まあツイッターっていう場所だけど集まってリプくれたりとか、まあおのおのがつぶやいたりとかしてて、そういうのを見てなんか久々ツイキャス見たけど倉谷さん亡くなったんだとか、本当久々なんか石川の配信チラッと見たけどそういうことがあったんだみたいな反応とかがあって、あ、みんなが元気に生きてるんだなとか、あ、この人久々見たわっていう気持ちになれたことは倉谷さんに感謝かなっていうふうにも思うし、まあ倉谷さんがね生前ね配信してて、俺がまあ倉谷さんって言っとくけど、お前ノリラジ界隈だぞってツイキャスだったら倉谷さんのこと知ってる人なんてってちゃんとやらないかんよっつってケツ叩いたことがあったんですよ。もっとやらないとって。だからナーボーとかワンタロウもそうだけど、あえて若手じゃないけど新しい人たちといっぱい絡んで倉谷さん認知してもらうところからやっていかないと、ハングリーにやっていかないとダメなんだぞとか言って、そして倉谷さんが分かった分かった、ノリちゃん分かってるんだよなんていうふうに話してたけど、倉谷さんが亡くなってね、あえてつぶやいてみんなの反応を見てると、なんか俺はその放送という世界でちょっと試合狭い視野で倉谷さん見てたんですけど、こういうことになって見てみるとね、ほんとたくさんの人たちが倉谷さんに反応してて、確かに放送で言えばコンパクトな放送かもしれなかったけど、亡くなった時にその人が生きてた証みたいなのが見えてくるじゃん。自分がどういう人間だったかとかさ、どういう交友関係があったか、そういうの見てると倉谷さんってしっかりといろんなところに足跡残してたんだなっていう風にね思いました。だから僕もまあ倉谷さんの分もまあこれからもね、あと200年ぐらい配信するんですけど、しっかりとその辺考えて、自分が配信できなくなった時にみんなにそうやって思ってもらえるようにねやっていきたいなという風には思いますけどもね。200年あります。だから200年後には亀川亀幸っていう名前でやってる。お前亀かよって、何年生きるんだっつって、田中亀さん超えますから。田中亀さん超えだって言ってさ、俺生きるよ。俺生きる、うん、そんな風にねちょっと思ったね。倉谷さんも幸せ者だよ。だってさ、日本全国いろんな人が生まれていろんな人が亡くなっていて、誰にも見取られず気づかれず亡くなる人もいれば、なんならね事故とかに巻き込まれてと悲しい亡くなり方する人もいて、まあ倉谷さんの場合ねえ、まあご自宅っていうことでこうやってネット上でもさ、たくさんの人が反応してくれてありがとうって言ってもらえて幸せだなとは思うけどね。トレンド入りしてさ、昨日もヤフー3位まで行ったっていうね、3位行ったのもあって、俺のツイッターが紐付けされてて、なんか全然知らない人とかもリップに来たのね。そしたらなんか全部見てたの、俺倉谷さんに対するリップを全部見てたら、なんかつぶやいてる人も亡くなった人も知らないけど死ぬのって悲しいねって言って高校3年生の人がリップ来た。そうパッてツイッター見たら高3って書いてあって、誰も知らないんだけどなんかトレンドから来たみたいな、なんかでも人が死ぬのって悲しいねみたいなとか、まあ、そりゃそうだねっていうふうに思うし、あと別に不謹慎じゃないし、多分その人はその人の表現なんだと思うけど、倉橋さんのリスナーがいてね、若い女の子のリスナーがいたんで、そうその子のツイッター見たらさ、死んじゃった、倉橋さん死んじゃったって言って、悲しいみたいな。まあでも、ね、普通大人だったら言葉遣いとかがあってさ、亡くなりましたとかだけど、まあなんか若いってある意味いいなと思うんだけど、なんか死んじゃったわって言って、ストレートにね。でもそれがその子の表現だしさ、悲しいやろなと思ったりとかね。でもね、早いよね。まあ、ツイキャス1の寂しがり屋のクソデブのくせにさ、人をね、
寂しがらせるなよって感じだよね。先に行ってね、悲しませたりとかね、自分がそれで寂しい寂しいって言ってみんなにかまってってかまちょして配信して、来るリスナー一人一人にありがとうありがとうって言ったりとかしててさ、ねえ、寂しいゆえに人の温かさを一番よく知ってる人間だと思うけど、そんな人がね、みんなを置いてに行っちゃいけないんですよ。うん、人が早すぎるなと思うんですけど、まあでも、うん、僕はね、配信者にも LINE で送ったんですけど、まあ多分おそらくツイキャスやってる中で倉橋さんと一番距離が近いと思います。ニコ生だったら横山緑だし、そう、うん、配信の面は俺は倉橋さんとずっとやってて、でプライベートの面は多分緑の方が倉橋さんと結構ね、麻雀とかあるから会ったりする機会も多かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ一番近い人間は一番強くないといけないんで、はい、別に無理はしないんですけど、やっぱり一番近い人間がまあ変にメソメソしてると他の人なんかもっと辛いわけですからね。うん、なんでここはノリラジですし、おそらくみんなが見たいノリラジってのは僕が笑顔で好き勝手やってるのをみんなはきっと見たいと思うんで、そう、まあ僕は寝て起きて、まあ、頭すっきりってわけにはいかないですけどね、まあ、切り替えてやっていこうかなというふうに思ってて、固定ツイートに倉橋さんのお悔やみのつぶやきをずっと固定ツイートにしてたんですけど、寝て起きたら自分の配信の固定ツイートに変えました。うん、これってのは、まあ、早いなとか思う人いるんですけど、やっぱ前向かなきゃいけないんで、そう、俺のツイッターパッて開いた時にずっとお悔やみ文章が残ってると、俺は俺の赤でもねえし、やっぱ見る人も落ち込むじゃないですか。だからつぶやきって流れていくからこそ、やっぱり時間時が流れてるわけですよ。そう、うん、だからすぐに過去にせえってそういうことを言ってるわけではなくて、やっぱり何をどう思ってても時は進んできますからね。うん、なんで倉橋さんの気持ちは俺が背負って、倉橋さんの分までね、うん、まあ倉橋さんみたいな配信は俺できないし、本当にあの男はね、配信面白くないですよ。本当に面白くない、面白くないから俺はできない、倉橋さんの配信は。だから倉橋さんにしかできなかった。本当に面白くないんですよ。本当に面白くない、本当に面白くないんだけど、だからできないの俺には。だから倉橋さんのリスナーもしこの人聞いてるんだったら、誰一人として倉橋さんの放送できないんだわな、俺ら同じツイキャス使ってても。だから倉橋さんのリスナーからすれば倉橋さんを見たいし、倉橋さんに代わりになる人いないと思うけど、なんか俺ら倉橋さんと関わってきた配信者ってきっとみんな背負って面白い配信やりたいなと思って、多分今日から、まあ昨日からやろうと思ってやってると思うんで、まあちょっとでも誰かの配信のところ行ってね、少しでもその悲しい寂しい気持ちが癒されてくれればなというふうに思います。うん、いや面白くなくてもね、やっぱね、いい放送ってあるんですよ。でもやっぱそれぞれさ、面白い面白くないってあるじゃないですか。俺が面白くないから悪いわけじゃなくて、面白くないけど見ちゃう放送とかあるし、面白いとかじゃないんだけどなんか癒されるんだよねとか落ち着くんだよねってこそあるんですよ。そう、多分きっと俺の配信見てるリスナーの中にもいると思う。いや石川面白くないけどなんかつけとけるんだよねとか、別にそんな好きじゃないけどなんか誰もやってなかったらフラッと来ちゃうんだよねって人多分きっといると思うんですよ。まあそんなような感覚だね。あるあるじゃねえんだよお前。みんなあったらお前、誰も俺のこと追いかけてねえじゃねえかよ。なんでみんなつけとくだけかお前。テレビじゃねえんだよお前。みんなあっちゃダメなの。ちょっとはいるよねって話。みんなあったらまずい。うん、俺ずっと気になるのが、もうタイガークライスさんのタイガーマスクどうするのかなっていう。ご遺族の方もお母様とかも見たらびっくりするよね。え、うちの息子プロレスラーだったのっていう。いやいやいや、俺もらったって面白くなくなっちゃうじゃん俺。嫌だよそんなの。いいよいいよ、俺やで緑に渡すよ。俺が受け取ったって俺面白くなくなっちゃうじゃん。嫌だよほんと。チャリ旅の途中にウインナーとか食わないしねえ、レースとかでさ。だけどまあツイッター見てて、まあツイッターの話で、まあ、続き話しますけど、ツイッター見てて思ったんだけど、みんなって日本語使えるんだね。うん、放送やっててさ、こうやってコメント見てるとさ、なんか日本語不自由な人とかさ、何言ってるか分かんないとかさ、なんやまたなんか血の指数低いやつ来たなと思うことが多々あるんですけど、倉橋さんがお亡くなりになられて、まあそのレスポンスとかいろいろ見てると、結構みんなちゃんとした日本語使えるんだなっていう、うん、ふうに思って、そう、結構ね感心しました。うん、だけど僕のね、このツイキャスのアカウントのコメント欄に、ご冥福をお祈りしますがもう書かないでね。これ一回コメントクリアしたんだから、俺死んだみたいになるからね。もう昨日から俺死亡説出てるから。そう、亡くなったの倉橋さんね。うん、倉橋さんのアカウントやツイッターのリップに書いて、俺言ってんのに書くんだよここに。俺死んだことになっちゃうから、
そう、中田クラスさんね、いっぱいあっちに書いてあげて、いっぱいあっちに見てるかもしれないから、本人はここに書くとクラスさん怒るから、俺で売名すんなっつって怒るからね。クラスさん、クラスさんのことつぶやいたらですね、フォロワーが少し増えました。はい、クラスさん、なんとか共有したいんですけどね、クラスさんになんかその分お返ししたいんですけど、ちょっともうあの世行っちゃったんで、どうすることもできないんで、あのクラスの分も頑張らせていただきますんで、クラスさん見てるかあれですけども、うん、なんか増えました。はい、本当にクラちゃんねえ、本当さ、生きてバズれよっていう、クラジェっていうね、もうまあクラスの話が多くてあれですけども、まあそれは多いですよ、まだ昨日の今日なんで。明日は若見、え、俺、いやもう荒れるやろ多分。クラスさんってクズやけど、なんだかんだ人いい人だから、ちゃんとお悔やみを申し上げられて、ああやってちゃんと亡くなったけど、俺が死んだら誰がお悔やみを申し上げるんだろうなって、多分みんなもっとラフな感じで、え、死んだみたいな、嘘とか、そんな感じだと思うんだよね。そう、多分そんな感じ。もう石橋貴明みたいな、嘘、石川死んだみたいな、聞いてないよみたいな、なんかラフな感じになりそうだよね。うん、お悔やみ申し上げられないと思うね。うん、そう、まあでもそれぐらいがいいんだけどね。うん、泣く人おるんかな。いや、おるやろ、おるやろ、一人二人はおってよ、泣く人おるんかなって。こんだけ見とって誰も泣かんの、マジで。涙で琵琶湖作ってよ、もうめちゃくちゃ泣いてよ、うふーって泣いて、めっちゃ笑ってよ、泣いて笑ってよ。うん、そう、だってあの俺が不幸になった時になぜか叩かれるからね。いや、もう不幸になってる人間をさらに叩くからね。だってさ、コロナになった時もさ、コロナになってしんどいって言ってんのに死ねっていうやついるからね。いや、死にかけてんだよこっちは。こっちは死にかけてて、もう死にそうなのに辛くて、そんな人間に死ねって言うからね。だからね、俺の場合ね、俺に不幸があるとね、みんな畳みかけるように足で蹴ってくるんだよ、こうやって。人間違えてない？俺、よっさんじゃないし、金杯じゃないんだよね。もう本当に。なんか俺の不幸だったら、お、ついになんか石川が背中向けたみたいな感じで、させさせって言って、ブワーって来るんだよね。まるであれだよ、ボロボロの白ひげに攻撃する黒ひげみたいなもんだよ。ゼハハハハつって、ひどいからね、今だったら石川やれるぞみたいな。弱ってる、弱ってるみたいな。ねえ、モンスターハンターみたいでね。で、石川の兵器が弱っている、チャンスだとか言って、爆弾置いてドーンってなってさ、本当に。何してんだって感じだけどね。日頃の行いだと思うね。やっぱさ、たくさんの人をね、こう笑わせてると思うし、笑われてると思うんだけど、同じ数の分だけ人を傷つけたり怒らせたりしてんだろうね。うん、だからそうやって言われるんだろうなと思うんですけど、うん、いやでもある意味俺より野田の方がショックは大きかったと思う。だって野田ずっと配信してたから、俺は連絡できたんだけど、ずっとツイキャス監視してて、配信切る様子ないからかけられなかったから、野田はもう配信のコメント上が、一番最初に知ったきっかけなんで、そうだから連絡できてない人たちは本当にショックが大きかったのかなというふうに思いますけど、うん、難しかったんよ。そのやっぱりそのご遺族の方や彼女さんとのこう連絡もこう取りつつ、そのいつ公表するんだっていうところで、すぐにできるかもしれないしできないかもしれないしっていうところがあったから、一応その配信者の人たちで近しい人たちっていうところで、まあ、連絡するっていう流れになったんで、どこまでが近しいのか、話せば話すほど漏れてしまう可能性が出てくるんで、そう伝えたいんだけど、全員に伝えると、まあ、ポロってなっちゃった時にねえ、やっぱ情報って大切で、ちゃんと公式に発表するのか、誰かから聞いて情報が出てくるのか、じゃ心象が違うので難しかったんですね。うん、昨日ほどご内密にっていう言葉使ったの初めてだ。うん、昨日ほどご内密にって言葉を使ったことはないね。うん、いろんな人にご内密に、ご内密に、ご内密に、ご内密にって、もゲシュタルト崩壊を起こしたもん。ご内密にを言いすぎて、何回言ってんだ俺はって。そう、電話でもそう、ご内密にお願いします、ご内密にお願いします。ミスター内密おじさんだからね、もうみんなに分かったよって言って、もう LINE でも全部の文章にご内密にお願いいたしますって書いてるから、ご内密おじさんっていう。うん、だからワン太郎に伝えた時、ちょうどモグゴリのナーボーのゲストで、で仕事入ってて終わった後の
ワンタロだったんで、だからお酒入ってて、で、ナーボーに最初電話しなかったんだよ。で、なんでかっていうと、潰れてるか酔っ払ってると思うから、おそらく倉橋さんの件をまともに聞ける状態じゃないだろうなって判断したの。ナーボーには連絡するの、ちょっと後にしたよね。で、今起きてそうな誰かなって、ポンスケもなんか夜飲んでるイメージあるし、って言って。そう。で、ワンタロどうだろう、仕事中だからそんなに酒入れてないかなと思って、しかもね、倉さんともよく絡んでたし、ワンタロに電話したら、なんかちょうどトイレに入ってる時だったんだよね。そうで、ワンタロ大丈夫って言ったら、あーよしとか言って言うの。大丈夫じゃねえなと思って、その瞬間一言目が、あーよしとか言うの。そう、あ、ダメだこれ、書ける人間違えたと思って、ちょっと他の人から行こうと思って、あ、ワンタロ、うん、ごめん、大丈夫だよって言ったら、なんすけとか言うの。いや、ちょっと真面目な話だから今ちょっとまずいよねって言ったら、大丈夫ですよ言うんで、で、大丈夫じゃないよ絶対にみたいな、え、今一人配信とかしてないよねって言ったら、配信してないっす、僕終わり終わったっす、今真面目な話なんだけど大丈夫って言ったら、大丈夫っす、本当に真面目な話だよって言って、とりあえずオフレコでお内密にお願いしたい話なんだけど大丈夫って言うから、はい、なんすか、今トイレですとか言って、あと周り大丈夫、誰もいないって言って、あー大丈夫っす、トイレなんで、じゃあ話すけどって言って、で、まあここ倉橋さんがって言ったら、カタカタみたいな、なんかトイレのなんかこの辺の備品とか倒したような音が聞こえて、びっくりしたのか、なんかバタッバタッバタッとなって、おい、大丈夫かって言ったら、いや、マジっすか、え、ネタやドッキリじゃないんすかとか言うの。いや、マジなんだよって言ったら、本当っすか、いや、マジなんだって言ったら、本当っすかとか言い始めて、もう泣くの早っと思って、もうこれアルコールだと思って、めちゃくちゃ泣くの早かったよ。誰といる、大丈夫って言ったら、まあ木折り終わった後だから木折り関係の人といたらしくて、お前今その状態で戻ったら確実に何かあったって聞かれるから、ショックなら分かるんだけど、だから俺言ったじゃん、今タイミングじゃないんじゃないのって、大丈夫っす、大丈夫っすとか言って言うの、大丈夫じゃないか、それ戻れないからって、絶対だって五条さんとかもいるでしょって言って、それはもうバレちゃうからダメだから、今とりあえずまだ公表できないから、で、近しい人だけの連絡だからグッとこらえて心の中で止めといてほしいんだよって大丈夫マジっすか、マジっすかとかっていうの、あかんなと思いながらも、まあ、ちょっと今返すわけにいかねえなと思って、ちょっと他の人に長く電話して落ち着くまで、まあ、落ち着かないんだけど多少落ち着くまで、で、そしたらなんか一気に酔いが覚めたみたいで状況分かってくれて、なんかもう鼻を吸いながら、うん、わかりました、大丈夫ですとか言って、なんかあったら、連絡しますんでって言って切ったっていう、まあ多分ワンタロも受話で喋ってたと思うけど、そうで、なんかそうやって人がこう泣いてるのを通話越しでも聞いたりとかして、なんか俺はピリッとしたね、あ、俺しっかりせなあかんなと思って、それはみんなこういう反応なるわと思って、それでなんか連絡してる俺がね、ちゃんとね、まとめなきゃいけない俺がなんかグスグスしとったらあかんなと思って、放送でね、公表する前まではすごい俺はピリついてた、その分放送で喋った時に全部はち切れてガン泣きした、うん、全員、まあ近い人に連絡し終わって、で、その彼女さんとかとお話しして、まあ今日公表するってなって、みんなに喋った瞬間にプチンみたいな感じだったんよ、うん、っていう流れかな一日はね。だから放送まではね、意外となんかしっかりしてました。昨日 TJ 泣いてた。 TJ 泣けるんだね、目あったの。普段サングラスしててさ、モグラって言われてるからさ、モグラって目ないんですよ。そう、この鼻のセンサーとかでこうかき分けてこうで土掘るんですけど、そう実際のモグラってそうじゃん、モコモコしてるやつね、鼻でこうやってさやるやん、うん、ちっちゃい目がある、あ、そうか、ちっちゃい目がある、俺よりは大きいやん、うん、センサーで泣いてた、センサーで泣いて、一応あったの、ガン泣きしてた。いや、配信者が泣くの珍しいからね、うん、小町もめっちゃ泣いてた。いや、見たよ、うん、俺が教わった後泣きながら笑って喋ってて、うぅぅぅぅぅぅゲイにしか見えなかったの。そう、なんか泣いてんのか笑ってんのかよく分かんなくて、こんなのいながら喋っててゲイみたいな顔してたからね、忙しいなと思ってさチラッと見たけどさ、ぐちゃぐちゃなとかね、友達配信者ってみんなすげえよってさ、みんなすげえよかっこ無職うん、ここだけだからね、配信者が輝けるのがね、もう一歩外出たら全然ただのクソやからね、すごいけど調子乗ったらあかんからね、あくまでこういう場だから
タレント気取りできて気持ちよくなれるっていう、そう一歩外出たらね、もうただクソやな、うん、私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。